16歳になった妻、星に。高校の頃は相思相愛だったが、時が経ち、長い間夫婦をしていたら音楽性の違いが浮き彫りになって、険悪になった元夫婦が主人公。この夫婦のメスがなんかあって記憶が16歳まで戻ってしまい、主人公のオスのことが第一気なじまで戻ったので、レスから解放されて妻はもともとこんなに可愛かったのになぁをたしなむ漫画。ここからネタバレ。この漫画は、そんな感じで音楽性がずれでももともとは幸せなキスをして終了していた仲なんでしょという感じの雨降ってき固まるみたいな。感じの緩いネタかなって思ったら実は妻が浮気をしていたみたいな感じのネタが入ってくるという昼ドラ展開のシナリオであり、この時点で、この漫画のジャケット買いをしたと思われるノンケのオスたちのニーズからは外れてしまうというジャケット詐欺漫画。ネトラレとかは、しっかりタイトルに明記しておいた方がいいのぜ。それの方がお互いにダメージが少なくて済むし、必要なヘイトを買うこともないのぜ。何よりも、作画がノンケのノーマルな人族のオス向けの作画しているから、あえてわざわざチャレンジングな昼ドラシナリオを入れる必要がないんだよね。作者の書きたいことと読者の見たいシナリオが全く被らないという、再考した方がいいんじゃないかなと思えるような作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。